はい、こんにちは。医師でマインドフルネス講師の上田正史です。え今日も一人ごと動画撮っていきたいと思います。えー、この一人ごとシリーズもですね、20本以上になって、あの、結構、あの、続けられているのも皆さんがいつも見てくださっているおかげです。ありがとうございます。えー、それでですね、あの、今日の話題なんですけれども、えっと、まあ、外に向きすぎると辛くなるっていう話をしようかなって思っていて、えー、なんでこの話しようか。 思ったかというとうあの、まあ、僕自身がですね一時体調を崩したことがあってそれであの瞑想を始めることになったんですけどもあの、まあ、体調を崩してた時ってよく考えたら外に正解を求めすぎていたのかななっって思ったんんですよねなんかこう周りの人の意見を聞いたりとか、えー、いろいろこう周りの環境に合わせようとしすぎたりとかまああの 自分じゃなくて外に意識が向きすぎた時にあの体調を崩してしまったのかなって思うんですよね。なんで僕そのことに気づいたかっていうとあの瞑想合宿に行ったことがあってあの10日間ぐらい行くんですけどであの最後の、ま、基本的にはあの沈黙というかあの誰とも言葉を交わさずに瞑想するんですけれども。 あのまあ、この話もまたあの機会があればしようと思うんですけど、まあ、今日はちょっとそれは置いといて、まあ、最後の日にですね、まあ、あの沈黙が解かれて参加者の皆さんと話せるんですけれどもどうして瞑想を始めたのかみたいなあの話になるわけなんですよね。その時に、えーまあ、体調を崩して、まあ、それがきっかけで瞑想することになったんですみたいな話を僕がしたら。 えー、どうして体調を崩しちゃったんだろうねみたいな風に聞かれたんですよ参加者のある方から。その時になんか自分の中で自然とやっぱりなんか外に正解を求めすぎてたからですかねみたいなあの言葉が出てきたんですよね。で自分でもそれが意外だったというかあそうだったのかっていう風に思ったわけなんですよ。 なんかこう正解正解っていうのをみんなちょっと求めようとしすぎてしまう傾向にあるんじゃないかなって思うんですけどなんか正解ってやっぱあの一つではないなって思ったんですよ。まあ、この前の、ね、動画でも正解などないみたいな話をさせてもらったんですけど正解って一つではなくってあの本当はそれぞれの人にとってあるはずなのに まあ何かこう一つに決めないといけないことって社会ではすごい多いんじゃないかなってそういう一つの,あの基準というかそういうものを求められがちなんじゃないかなって思うんですよで一つに決めるっていうことはあのやっぱり、えー、みんながそれに合わせていかないといけないっていうことが多いと思うんですよねなのでやっぱこういつの間にか自分自身の 正解というか、まあ、その言い方が適切かわかんないですけど、まあ、そういうものとズレがだんだん生じてきて、えー、内面と外面のズレが生じてきてあの体調を崩していってしまう方が、えー、いらっしゃるんじゃないかなって思ったんですよちょっとあの話が抽象的で分かりにくいかもしれないんですけど、まあ、僕はそんな風に感じたんですよね、まあ、なのでうん瞑想っていうのはやっぱり外に向いている気持ちをこう 一旦中に向けるることができるのかなって自分に向けることができるのかなって思ったんですよ。思ったから多分自然とそれを自分が直感したから瞑想を始めたのかなって思ったんですよね。瞑想ってなんか自分の体の感覚とか自分の思いや考えとか今までこう注意を向けてもなかったことに向けていくあの時間を取るわけなんですけれどもそれがすごい良かったのかなって思うんですよ。それをすることによって なんていうか自分の今存在している体の感覚ってすごくこうなんて言うんでしょう確かなものの一つだなって思ったんですよねなんかあの正しいことを言ってそうな人の発言であるとか、まあ、あの権威がある人の発言であるとか社会で決まっていることとかってまあ本当の正解というよりはまああのななんかこうもっと あの抽象的なものだなって思ったんですよねでも体の感覚今存在しているものっていうのはすごく自分にとって確かなものというか疑いようがないものだなって思って、まあ、一旦そこに戻るっていうことが、えー、できたのかなって思うんですよ瞑想を通じてはいなので僕は今もなんかすごく瞑想が本質的なもののように感じて 瞑想を広めるっていう活動をまあやることにしているとなっているということなんですよね？なんかあの今日の話はすごい抽象的になって申し訳ないんですけども、逆にね。まあ,あの抽象的だからこそ、皆さんの具体的な例にこう引っかかる部分も出てくるのかな？って思ったので、なんかこんな形で話してみました。 えー、というわけでですねの、今日の話は以上にしたいと思います。えー、私毎日平日5時から、えー、こういう動画を上げていますので、もしよろしければ、えー、チャンネル登録の方お願いします。そしてこっちの方にいいねボタンがありますので、えー、押していただけるとあの励みになります。じゃあ今日も、えー、ありがとうございました。これで失礼します。